こんにちは、りょうです。それでは今日も元気よくお金の勉強をしていきましょう。今日のテーマはこれですね。2023年はどうなる株式投資に役立つ2022年12月の投資トピック総まとめ、インデックス高配当こういうテーマで話をしていきたいと思います。僕の簡単なプロフィールです。こんな感じになってますんでね。興味のある方はまた見ていただければと思います。今日の話題ですね。この1ヶ月で起きた投資に関連する経済ニュースを総まとめしていきます。僕は現在、株式投資においては高配当株投資、それからインデックス投資、この両党で資産運用をやっています。 なので、リベダイで紹介している株式投資も、後輩投株投資とインデックス投資、この2つがメインなので、12月の投資トピックスについて、この2つの投資にどのような影響があるかっていう観点でまとめていきます。毎月この経済トピックスを見てるだけでも、世界の動きが見えてくると思います。今日の動画の内容はこの通り。日本株の投資トピックス、外国株の投資トピックス、まとめと後輩投,下部投資のポジションについて。それでは解説いきましょう。まずは日本株の投資トピックスからですね。 日本株については以下の順番で解説します。株価指数の推移、その他指数の推移、12月のトピックス。この3つですね。まずは株価指数の推移から。12月30日時点の株価はこの通りです。トピックスが1892ポイント、年初来マイナス6.82%。リートレンド ETF が2036円、年初来マイナス9.53%。日経平均株価が26,095円、年初来マイナス10.95%。10. マザーズ連動 ETF が564円。年初来マイナス24.97%。この年初来っていうのは2022年の数字ですね。そしてこの4つの株価を年初来の値動きで見てみるとこんな感じです。こちらですね。じゃーんと。なんと2022年は全てマイナスの残念な年になりました。年間を通してプラスに浮上するタイミングはほとんどありませんでしたね。ただ補足なんですが、後輩当株は超検討しています。日本株全体としては冴えませんでしたが、後輩当株は好調でした。 例えば日経225構成銘柄のうち、高配当の50銘柄に投資するファンドは約16%のプラスです。僕個人的にもらっている配当金も過去最高を更新しています。そして12月単月の動きはこの通り。リートレンドはマイナス2.42%、トピックスがマイナス4.77%、日経平均株価がマイナス7.55%、マザーズ連動がマイナス9.72%です。こんな感じですね。マザーズはたった1ヶ月で10%近い急落です。 株安の背景にあるのは日銀の緩和修正、つまり事実上の利上げですね。この点については後ほど国内トピックスで詳しく解説します。2022年はアメリカで利上げすると株安になるっていうそういうスパイラルが話題でしたね。一方日本ではうちは利上げしないよっていうスタンスでしたが、ここに来て変化が見られます。金利が動くと株価に為替に物価、すべてのあらゆる経済指標が動きます。日銀の動向は要注意ですね。次、その他指数の推移。この3つをチェックしておきます。 日銀単価、景気動向指数、その他の指数、物価、失業率、求人倍率などですね。最初に日銀単価について、こちらをご覧ください。これですね。大企業の業況判断指数です。業況判断指数 DI は、景況感がいいと答えた企業の割合から悪いの割合を引いた値です。その数値が0より上なら景気拡大。0より小さければ景気縮小です。そして最新の結果はこの通り。大企業製造業はプラス7。 前回からマイナス1ポイント、四半期連続の悪化です。そして大企業、非製造業はプラス19、前回からプラス5ポイント、三四半期連続の改善です。ご覧の通り、現在の景況感は悪くはありません。しかし製造業は仕入れ価格の高騰がきついようで、今後は悪化が見込まれています。そしてサービス業はコロナの行動制限緩和や政府の旅行支援などで元気を取り戻しているように見えますが、コロナ感染再拡大や原材料価格の高騰などの懸念があり、今後は悪化が見込まれています。 徐々に景況感が悪化していきそうだってことを認識しておきましょう。あとおまけですが、まだ時々聞かれるので、この質問について答えておきます。学長、日銀単観ってさ、見る必要あるなんでこんなのを見ないといけないのかわからないよ。これについての回答は、見ておいた方がいい、こうです。理由はこの通りですね。調査対象企業が約9000社とサンプル数が多い。速報性がある。単観の結果は日銀の政策に影響を与える。 景気の山、谷を割とピタリと当てられる。こんな感じですね。世界はアメリカを中心に動いているので、日本の経済指標の多くは世界の投資家にとっては見る必要がないものです。その中にあって、日銀単観は珍しく重要性があるってことで、単幹として知られています。すき焼き、そば、過労死、変態などは海外でそのまま使える日本語たちとして有名ですが、投資家にとってはそれが単幹だということですね。 次回の短観、公表されたらまたお知らせします。次に、景気動向指数、先行指数について、12月22日に公表された10月の数値は98.6となりました。景気動向指数というのは、景気全体の現状を知ったり、将来の動向を予測したりするときに使われる経済指標です。産業、金融、労働など、経済に重要、かつ景気に敏感な30項目の景気指標をもとに指数が算出されています。 いろんな指標をミキサーに入れてスイッチを入れると、一つの景気動向指数ができるってイメージですね。景気動向指数を見る上で大切なのはこの二つ。この数ヶ月、プラストレンドか、それともマイナストレンドか、そしてプラス幅、またはマイナス幅はどれぐらいか、この二つですね。ここ一年の推移を見てみるとこの通り、こちらですね。若干持ち直しましたが、下落トレンドにあることは変わりません。業績の良い,い株価上昇中の後輩当株、いつまでも業績が良い,いとは限らないですね。高値掴みにならないように気をつけましょう。 最後に、その他の指数について。12月23日に発表された消費者物価指数。こちらは、前年同月比プラス3.7%となりました。プラス3.7%というのは、1981年以来、約41年ぶりの高水準です。食品、エネルギー、家具など、幅広い品目で値上がりしていますね。食用油は前年同月比プラス35%。食パンがプラス14.5%。牛乳がプラス9.5%。電気代がプラス20.1%。 ガス代がプラス21%、家具、家事用品がプラス7.3%です。僕の母もスーパーなんかに行った時に、ちょっとしたもの買っただけやのにだいぶ値段上がってるわーって、そういうふうに言ってましたね。このレベルの物価高が続くと、政府としても対応を取らざるを得ないでしょう。中短期的には、日本においてもインフレが大きなテーマになりそうです。最後に雇用関係、失業率、求人倍率の指標です。11月の完全失業率は2.5%、前回は2.6%でした。 そして11月の有効求人倍率は1.35倍。前回も1.35倍でした。ちなみに完全失業率が2.2%ぐらいまで戻れば、ほぼ完全雇用、つまりゴールですね。引き続き、失業率は比較的低い水準で安定しており、有効求人倍率は上昇トレンドにあります。日本における雇用環境は悪くないと言えそうです。次に国内トピックスに移りましょう。12月の国内トピックス。日本株について今月のトピックはこの2つです。 日銀の緩和修正、それから岸田政権支持率、さらに下落。この二つですね。まず日銀の緩和修正について、12月における国内最大の投資トピックスがこちら。日銀による金融緩和の縮小です。ニュース記事、こちらですね。日銀は19日から20日に開いた金融政策決定会合で大規模緩和を修正する方針を決めた。従来0.25%程度としてきた長期金利の変動許容幅を0.5%に拡大する。20日から適用する。 長期金利は足元で変動幅の上限近くで推移しており、事実上の利上げとなる。こうですね。まあ、これを聞いて、何のこっちゃよくわからんわっていう人は、重要なところだけ抑えましょう。キーフレーズは、事実上の利上げ。この一点につきます。今、世界中の国がコロナウイルスの蔓延、ロシア、ウクライナ危機を発端としたインフレ、物価高に悩まされています。インフレ率はざっくり6%から12%程度。これはものすごく高いインフレ率ですね。 去年は100円で買えたパンが今年は106円から112円出さないと買えない。そんなイメージです。事実上お金の価値が年間6%から12%程度減っていってるってことですからね。そして世界各国の政府、中央銀行はインフレをやっつけるために利上げを行っています。インフレが起きるのは世の中にお金がありすぎるからです。金利が上がれば銀行にお金を預ける人が増えて世の中に出回るお金の量が減る。他にもお金を借りて新たな事業を起こしたり設備投資をする経営者も減りますよね。 他にも金利が高いと多額のローンを組んで住宅を購入する人も減ります。こういうことが起きて少しずつインフレが収まっていくわけですね。ところが日本では他の国と違って利上げを行っていませんでした。他の国はみんな利上げを行ってるのに日本だけ利上げを行っていなかったんですね。これはなぜかというと日本はデフレに悩まされてきた経緯があってむしろインフレを起こしたい国だからです。実際日銀はこういうスタンスを貫き続けてきました。金融緩和はします。世の中にジャブジャブお金をばらまきます。 そして金融引き締めはしません。利上げなんかしません。こんな感じですね。こういうスタンスを貫き続けてきたからこそ、急にこの大規模緩和の修正、つまり事実上の利上げは市場にとって大きなサプライズになったんですね。利上げせえへんって言うてたやんそういう話です。じゃあなんで日本は急に方針転換をして事実上の利上げをしたのかってことなんですけど、これはあまりにも円安が進み、国内のインフレが想定以上に進行してしまったためです。 日銀が目標とするインフレ率は2%なんですけど、先ほどお伝えしたように、12月に公表された最新のインフレ率は3.7%です。物価高が国民生活を直撃しており、国民の不満の声を無視できなくなってきたってわけです。さて、日銀の方針転換は今後何をもたらすのか参考になるのはアメリカです。昨年はアメリカの利上げが大きな話題でしたね。アメリカの政策金利は年初の0.25%から今や4.5%にまで上昇しています。 0.25%から4.5%ですからね。この結果、何が起きたかというと、株安とドル高です。S&P500 は年初来で約20%下落。ナスダック総合指数は年初来で約35%下落。高金利通貨であるドルを買う人が増えて、ドル高が進行。株安、ドル高ですね。こちらの世界各国の通貨対アメリカドルのチャートをご覧ください。こちらです。ご覧の通り、日本円、ユーロ、イギリスポンド、スイスフラン、中国人民元。 様々な通貨がドルに対して価値を下げている。つまりドル高になっていることがわかります。そろそろアメリカのインフレもピークじゃない利上げもそろそろこのあたりで終わりでしょう。うそんなことがささやかれ始めた11月あたりからトレンドが変わっていますが、それまではちょっとしたドルバブルが起きていたわけです。アメリカで起きたことが日本でも起きると考えるなら、日銀の緩和修正がもたらすものは円高と株安です。 実際、日銀の事実上の利上げっていうサプライズが起きた後、一気に円高と株安が進みました。為替は1ドル137円から1ドル133円に、一気に4円も円高になっています。これ4円も一気に動くってかなり急激ですからね。そして株価は日経平均先物が一時900円安に。もし今後も金融緩和の縮小が続くならば、日本の株式市場にとっては逆風になり得るでしょう。上値が重くなるってことですね。とはいえ、為替は金利だけで説明がつくものではありません。 円高想定はとりあえずの短期目線に限った話です。通貨の価値っていうのは国の景気の強さを表すとも言われていて、長期的には日本は円安になっていくんじゃないかって、こういう意見の方が多いんですね。ただ短期的にはわかりません。そして日銀はこう言っています。今回の措置は事実上の利上げではなく、金融緩和の出口戦略の一歩ではない。目的は債権市場を健全にし、金融緩和の持続性を高めること。さらなる措置は今のところ考えていない。これ要は何を言ってるかっていうと、 みんな、僕たちは今までと同じだよ。これからも金融緩和を続けるよ。こう言っている。まあ言い張っているわけですね。信じるか信じないかは皆さん次第ですね。ちなみに僕は信じていません。ちなみに来年は日銀総裁の交代時期です。日銀のスタンスが変われば経済は大きく動きます。日本国民にとって資産形成戦略を考え直す一つの転機になるかもしれません。次、岸田政権支持率、さらに下落。これですね。先月もお伝えした岸田内閣の支持率下落。 今月はさらに拍車がかかる形になりました。支持率は過去最高だった5月以降、綺麗な右肩下がり、今月も政権発足以来最低の数字を更新しています。12月のその他のメディアの世論調査はこんな感じ。こちらですね。調査期間と11月比増減率に着目すると、12月前半には回復傾向だった。12月中旬以降、再び低下に転じたようにも思えます。 日経新聞では、岸田文雄内閣の支持率は、防衛費増の財源とする増税を決めた中旬以降に低下傾向が出てきたとしています。12月16日に発表された税制改正大綱の内容がいまいちだったかもってことですね。そして閣僚の辞任もとうとう4人目。山際大志郎経済再生省、旧統一協会との深い関係、花市康博法省、死刑の判子発言、寺田実総務省、政治資金問題、秋葉健也復興省、政治資金問題、 こんな感じで、かなり苦しい政権運営を迫られているようです。こうなってくると関心はやはり、岸田首相、岸改正を狙って、内閣改造は総選挙をやるのか、やるとしたらいつっていう点ですね。岸田首相自身は、内閣改造は少なくとも年末年始にはやらない。解散、総選挙は、増税前にはやるかも。来年、2023年は考えていない、とコメントしています。岸田政権は、株価に優しくない政権になりそうですね。増税はどうなる 増税して国民の理解が得られなければ政権は揺らぎます。政局不安は株価にマイナスですね。そして増税して法人の利益が圧迫されればこれも株価にマイナスです。そして日銀総裁人事、金融政策はどうなるこれは金融緩和縮小に舵を切れば株価にマイナスです。ただでさえ世界経済は減速しつつあります。内外トータルで見て日本株は上値が重い展開になりそうですね。ただ補足として日本の高配当株銘柄は実はチャンスかもしれません。 日本の高配当株銘柄は約700社とコロナショックの直後ぐらい方策なんですね。十分に割安で値下がり不安が小さく業績は硬く減配懸念もない。だけど配当利回りは4%から5%以上ある。こういう銘柄ならキャピタルゲインが取れなくても中長期的にトータルリターン4%から5%が狙えるわけです。しかも為替リスクなしです。日本株は安定したインカム資産の候補として十分選択肢になる水準です。次に外国株の投資トピックス行きましょう。 外国株については、この4つの順番で見ていきます。株価指数の推移、ゴールド、再建 ETF 等の値動き、後輩等ファンドの値動き、12月のトピックス、この4つですね。まずは外国株の株価指数の推移、G7、主要先進7カ国の主な株価指数の推移、年初来はこの通り、こちらですね。2022年 G7 パフォーマンス駅伝、最終的な順位はこの通り、イギリス、マイナス0.71%、カナダ、マイナス8.72%、 フランスマイナス10.3%ドイツマイナス13.09%イタリアマイナス14.51%アメリカ S&P500 はマイナス19.95%ちなみにトピックス日本はマイナス6.82%ですイギリスがトップ我らが日本は2位そしてビリはまさかのアメリカです S&P500 は年間で約マイナス20%ナスダック100指数は年間で約マイナス35% この下落率は2008年の金融危機以来とのことです。テスラ、メタ、アマゾン、ネットフリックス、エヌビディアなど、名だたるハイテク企業が軒並み50%から70%のマイナス。2022年はハイテクバブルが弾けた年だったってことです。12月単月の動きはこの通り、こちらです。そして今年2023年は、円高、株安のタイミングが来たら買い増しのチャンスと見ています。貯めておいたキャッシュをいつ使うか楽しい年になりそうですね。 次、ゴールド再建 ETF 等の値動きいきましょう。有名なゴールド ETF である GLD の値動きはこの通り、こちらです。2022年はほぼ一貫して下げが続いていました。しかし今はアメリカの利上げが鈍化する、つまりドル安になるのではっていう予測からゴールドが買われ始めています。ドルとゴールドは基本的に逆相関の関係にあり、ドルが弱くなるタイミングではゴールドが強くなります。ゴールドを買うなら悪いタイミングではないと思います。 ただ個人的にはゴールドは値動きが激しくインカムもないので買いません。お次は債券です。投資額に対して2%から5%ほどのインカム利息が欲しければ、米国債券が有望な投資候補になります。米国の有料債券ファンドを3つチェックしてみましょう。AGG、ローリスク、ローリターンな債券。格付けが高く、利回りが低い。LQD、ミドルリスク、ミドルリターンな債券。格付けが普通で利回りも普通。HYG、ハイリスク、ハイリターンな債券。 格付けが低く、利回りが高い。この3つですね。米国総合債券に投資する AGG というファンドのチャートはこの通り。こちらです。年初来マイナス14.4%。現在の分配金利回りは2.39%。投資対象の約7割は格付けが AAA の債券です。値下がりの理由は金利の上昇です。債券と金利はシーソーの関係にあり、逆の動きをします。その証拠に金利のチャートを見てみましょう。こちらです。こちらは米国の長期金利、10年国債の推移です。 現在の金利は約3.89%です。金利がぐーっと上がっている時期では債券の価格が下がっていますね。まさにシーソーの関係なんですね。ただ長期金利はそろそろ天井感があります。これ以上長期金利が上がらないと思うのならば、ここから先は比較的下値不安が小さい状態で債券を買えますね。次に米国有料社債に投資する LQD というファンドのチャートはこの通り、こちらです。年初来マイナス19.59%分配金利回りは3.3%ほど。 投資対象の約8割は格付けがプル b b から A の債券です。ギャンブル性の低い投資的確な債券であるものの AGG よりは安全性が低いです。こちらも金利の上昇を背景に若干価格が下落しています。最後は HYG です。ジャンクやゴミっていった呼ばれ方をする投資不適格の債券を集めたハイリスクな債券ファンドです。年初来マイナス15.34%。現在の利回りは5.33%ほど。 投資対象のほぼ全てが格付け CCC から WB の債券です。リスクが高い分、長期的なトータルリターンは大きい傾向にあります。こちらも AGG や LQD と同様に、長期金利の上昇を受けて価格は下落しています。2022年の1年間をまとめると、AGG 総合債券はマイナス14.4%、14. LQD 有料社債はマイナス19.59%、19. HYG ジャンク債はマイナス15.34%っていった感じで、いずれも年初来で大きなマイナスリターンです。 2022年は債券投資家にとって史上最悪レベルの年になりました。こちらをご覧ください。これですね。これ、ポートフォリオの組み方としては伝統的な、米国株が60%、米国ーセ40%の場合の年間成績は、2022年はマイナス17.5%。これは史上3番目に悪い成績です。1980年以降の42年間で、このポートフォリオがマイナスを記録したのはたったの6回。しかも2桁のマイナスは今回を含め2回しかありません。 前回は2008年の金融危機の時ですね。2022年は株もダメ、債権もダメ、そんなひどい年になりましたが、裏を返せばそれだけ割高感が薄れたってことでもあります。個人的には金利上昇に一服感が見られることから債権は買い場になりつつあるっていう認識です。ポートフォリオに債券を入れたいって考えている投資家は、投資を検討する価値があるタイミングと言えるでしょう。ただ当然、為替リスクには十分な配慮が必要です。ただ買えそうなものが増えてきて嬉しいですね。 次、インカム系 ETF の値、ね、動きいきましょう。僕の愛する高配当株 ETF について、キャピタル、売却益も、インカム、分配金も、両方狙えるポテンシャルのあるファンドたちです。HDV、VYM、SPYD の年初来のチャートはこの通り、こちらですね。分配金を無視して価格だけを見ると、順位はこの通り、1位が HDV、プラス3.01%、2位が VYM、マイナス3.93%、3位が SPYD、マイナス6.63%、6. 後輩と ETF は3%から5%近いインカムがあり、ここも含めるとかなり検討しているっているでしょう。この成績に分配金がプラスされますからね。そして HDV は不況時、景気交代時に相対的に強いっていう事前の期待通りの働きをしてくれましたね。ちなみにこの3つの ETF は年間通して揃って増配です。小人株さんもこんな感じで喜んでましたね。日本株と同じくこういった相場の雰囲気が悪い時期でも株価は大して下がらず、なんなら HDV は逆高高ですからね。 為替込みなら全部大幅プラスです。さらに配当は底堅く、なんなら増配っていう感じで、高配当株は資産を守り増やすことに貢献してくれました。なので、ガンガン増えまくる、でも時に大暴落するグロース株よりも、ガンガン増えまくるわけではないんだけど、底堅い高配当株の方がやっぱり僕は好きですね。投資は結構守備的な側面があるかなって個人的には思ってて、勝負するのは稼ぐ力、事業所得の方を伸ばしていくって僕はこういう作戦ですね。 投資単体で見ても、グロース株よりは僕は後輩当株投資の方が好きですね。そして現在の利回りはというと、SPYD 約5.06%、過去平均は約4.7%、VYM 約3.03%、過去平均は約3.1%、HDV 約3.56%、過去平均は約3.5%っていう感じですね。一見、過去と同水準の利回りなら、まあ、勝ってもいいかっていう感じですが、景気交代入りの可能性は忘れずに。 景気が悪化して企業業績が落ち込めば減配もあり得ます。例えば今の分配金利回りが3%でも1割減配すれば分配金利回りは2.7%に低下します。2割減配すれば2.4%です。保守的に行くならこういったことまで想定して買っていこうってことですね。なので先月に引き続き悪い水準ではないんだけどバーゲン価格だとは思わない。これが個人的な感覚です。次、12月の海外トピックスについて。海外について今月の投資トピックはこの2つです。 アメリカ FOMC インフレ状況。中国ゼロコロナ政策修正。この二つですね。まずはアメリカ FOMC インフレ状況。これですね。アメリカで0.5%の利上げが実施されました。これによりアメリカの政策金利は4.25から4.5%となっています。今後のポイントを Q&A 形式でまとめると次の通りです。金利はどこまで上がりそうこれについての回答は5%から5.25%。 利下げはいつやりそうこれについての回答は FOMC としては明言なし。ただ、時期尚早な利下げには慎重な姿勢を示している。金利がピークになるならもうこれからは株価が上がるこれについての回答はそんなに単純ではない。今後重要になるのは利上げの終着点がどこでいつまで金融引き締めが続くか。ピークレートが予想より高く想定より長く金融引き締めが続くなら株価は上がらない。こうなりますね。それからこちらのグラフをご覧ください。これですね。 これは2022年から2025年のアメリカの金利予想です。これによると、金利予想の中間値は2023年は5.125%、2024年は4.125%、2025年は3.125%、それより長期が2.5%ってことになっています。この予想通りに金利が下がるかどうかは、結局はインフレ率が下がるか次第です。アメリカの最新のインフレ率、CPI、消費者物価指数を見てみるとこの通りです。こちらですね。 後藤さんのツイッターからの引用ですね。昨年同月比のインフレ率は、総合が市場予想7.3%に対して結果は7.1%。コアが市場予想6.1%に対して結果は6%です。コアっていうのは総合から食品やエネルギーを計算に入れなかった場合の数値ですね。食品やエネルギーは結構変動が激しいので、このコア CPI の方がより実態を表すと言われています。まあ、いずれにしてもグラフを見るにすでにピークアウトしているように見えますね。 このまま CPI が順調に下がっていってくれるのか、そうなると株価のプラス要因になりますし、それとも CPI がどこかで下げ止まり、高水準で高止まってしまうのか、これは株価のマイナス要因になります。引き続き注意が必要です。ま、あんまり大きな声で言うことではないんですけど、個人的には長めに株式市場が調整してくれたらいいな、つまり株安が続けばいいかなって思っています。それは安く買いたいからですね。次、中国ゼロコロナ政策修正。12月6日、中国はゼロコロナ政策修正の方針を発表しました。 12月7日以降、行動制限に用いるアプリを停止、流行地域での全市民の検査取りやめ、高リスク地域以外での過剰対応、人の移動制限や工場や企業の操業停止禁止、といった感じで緩和策が取られています。1月8日以降は入国後の隔離措置も撤廃、開国で国際線の予約申し込みが殺到しているとのことです。中国のゼロコロナ政策は限界を迎えていました。経済の成長率鈍化。 人が動かなくなって経済が止まってしまいますから、世界銀行の予想では2022年の中国経済の成長率は3%程度、ちなみに政府目標は5.5%前後です。それから国民の不満の高まり、11月には異例の抗議デモが発生しています。これらを受けて方向転換せざるを得なかったっていう感じです。さて、ゼロコロナ政策が修正されたことで中国のコロナはどうなったか、感染者急増中です。こんな感じですね。死者数についても1日5000人超、 そして累計100万人超っていった推計が発表されています。この状況に関するアメリカの見解はこんな感じ。アメリカ国務省のプライス報道官は20日の定例記者会見で新型コロナウイルスの感染が拡大している中国を支援する用意があると述べるとともに、同国でのコロナ流行が世界経済に影響を与える可能性があると警告した。こう書かれてるんですね。コロナが感染爆発すればまた経済が停滞しかねません。 一方、中国の経済が回り始めることで、原油の需要が急増し、原油高になるなど、またインフレが進行する恐れもあります。中国の経済が回っても、経済が回らなくても、どう転んでも、私たち投資家にも何らかの影響があるわけです。今、世界経済は景気後退、リセッションの懸念を抱えています。2023年の世界経済成長率予想は1.7%と鈍化、去年は2.4%でした。2023年のユーロ圏の経済成長率予想はマイナス0.7%。 アメリカ経済は2023年4月から12月にかけて浅いリセッションを経験する見込み。2022年の途上国の債務返済が620億ドル前年比プラス35%に債務危機が激化。そしてこんな中での中国でのコロナ感染爆発。今後も動向に要注意です。まとめと後配当株統治のポジションについて、今日の内容をまとめるとこの通り。12月の日本株はトピックス4.77%。 日本株は年初来で見ても主要指数は全てマイナスの残念な年。ただし後輩当株は大きくプラス。景況感は悪くはないが今後の悪化が見込まれるため警戒が必要。日銀の緩和修正で円高株安懸念あり、岸田内閣の支持率低下に白車。FOMC では0.5%の利上げ。今後もインフレ動向に要注目。中国でゼロコロナ政策の修正あり、経済再開と感染爆発がリセッション懸念のある世界経済に与える影響に要注意。 ゴールドはドル安予測から買われ始めている。アメリカの株や債券は割高感が薄れたか。アメリカ高配当株も悪くはない水準だが、バーゲン価格とは言えないっていう感じです。個人的には、インデックス運用、つまりイデコや積立ニーサは淡々と継続。そしてアクティブ運用、高配当株投資は、日本株については割安なものがあればピンポイントで買う。米国株は急落場面があれば、ぼちぼち拾うっていうスタンスです。 去年はなんだかんだ過去最高益、そして過去最高の配当金を記録することとなり、うまく乗り切れた感があります。さあ、2023年はどうなるでしょうか ?2022 年に記録したマイナスの反動で大きくプラスに転じると予測する人、一方であり地獄のようにじりじりと下げ続けると予測する人、様々な見方がありますね。いずれにせよ、何が起きても大丈夫なポジションを取るのみです。こういう保守的なやり方は大儲けはできませんが、退場もしません。 長く投資を続けることこそが、福利を生かし、資産を増やす肝ですから、焦らずやることが大切ですね。以上、参考になれば嬉しいです。動画がいいなと思ったら、人に紹介してもらえたり、いいねやチャンネル登録してもらえると嬉しいです。オンラインコミュニティ、リベシティも運営しています。後輩投下部投資の研究についても、コミュニティ内で情報発信していこうと思ってますので、興味のある方、動画の概要欄からチェックしてみてください。今日が人生で一番若い日です。今月の経済トピックス、いかがでしたか 難しい言葉があって分からなかったよって方も、毎月聞いてると、だんだんとわかるようになります。世界全体を定点観測するイメージですね。後輩当株投資については、ぼちぼち買いやすい水準になってきましたね。バーゲンセールってほどではないですが、ちょくちょくいいのがあれば買っていこうと思ってます。お金の勉強はやればやるほど人生が良くなりますから、これからも続けていきましょう。ということで、これからもしっかり学んで行動して、ジェネミチャんでいきましょう終わりたいと思います今日もありがとうございました今年も学ぶぞー それでは今日もいい一日を気をつけていってらっしゃい